皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、中国の原子力発電でございます。よろしくお願いいたします。はい、えー、前もですね、コメントで原子力どうなってるのっていうコメントもあったりとか、今中国の反響ダムが決壊すると、原子炉がこんなにいっぱいあるから危ないんだみたいなコメントとかも結構ありますね。はい、ただですね、あの、えっ、ー、と、 ものすごいちょっと古代な数字であったりとか、いろんな情報が飛び交っているような感じがありましたので、ちょっと調べてみましたので、皆さんにご報告共有させていただきたいというふうに思います。ちなみになんですけれども、最初に言っておきますけれども、軍事用の原子炉はわかりません。はい、調べてみましたが、新鮮あたりにあると言われてます。大地震が起こったあたりですね。 はい。新鮮あたりにあると言われておりますが、ちょっとですね、わかんないです。これは、やっぱ出てないですね。はい。ということで、発電に関する原子炉ですね、原子力というところでの数字ということだけ最初にですね、念頭に置いていただければと思います。で、中国、今、原子力発電の奇数ですね、原子力発電所の奇数でいきますと、発電施設の数ですね。でいきますと、世界で今3番目になります。こちらの図になります。 はい。4つの図が出ておりますが、その右上でございます。えー、1位がアメリカ98で。2位がフランス58。3位が中国45お。2019年の1月、だから2018年ぐらいまでの数字だと思うんですが、現在中国は47機ですね。運転中のものが2機増えました。47機になっております。はい。で、<laughs> 見ていただきたいのはさらにその左下ですね。建設中が13。こっから、 完成したものが2期増えているので、今11とか12になっていると思うんですが、えー、まあ、この時点では13。で、えー、さらに右下、計画中のものがもう、はちゃめちゃに多くても43ということであります。で、中国は当初、2030年までにアメリカを抜くというような構想を言っておりました。ただ、これはですね、もうすでに不可能、現実的に不可能になっています。下方修正を されてます。理由はわかりません。発表されていないですが、2015年ぐらいから下方修正をされているので、えー、2030年、フランスは抜くと思いますけれども、アメリカは抜けない見通しです。2050年ぐらいまでに抜くんじゃないかと、現在は言われているということになりますが、現在、えー、最新である47機稼働している原子力発電所がどこにあるかということですけれども、その地図がこちらになります。はい。 で、えー、この中、ちょっと見にくいんですけれども、建設中とか、えー、計画中とかも色分けされてるんですが、現在動いてるものは黒塗りのところになりますね。ただ、あの、別に覚える必要ないと思います。あの、海沿いにバーってあると覚えておけばいいと思います。全部です、全部。はい、海沿い。なんでかというと、あの、原子炉を海水で冷やさなければいけないので、えー、沿岸、海に面してるような国っていうのは絶対海側に作るんです。どこの国もですね。日本もそうですけれども、あのなので沿岸部に、 えー、原子力発電所が集中するということになっております。で、めちゃめちゃ作るじゃんって思うじゃないですか。めちゃめちゃ作るじゃんって思う、えー。で、発電量もすごい量になってます。もう一回さっきの図に戻りますけれども、はい、えー、左上ですね。日本の、まあ、ほとんど10倍近い量を作っているわけです。日本もまだ、あの、多分、えっ、ー、とですね、3倍ぐらいには増やす。 そうとはしてると思うんですけれども、えー、中国がすでに10倍ぐらいの発電量があるということでございますけれども、えー、中国の場合ですね、使う電気の量がはちゃめちゃに多い。もちろん、使う電気の量が多いってことは、発電している電気の量もはちゃめちゃに多いわけでございます。世界の電力発電量こちらになります。はい。 えー、世界の全力発電所、これ、25兆、6000億キロワットなんですが、2017年になっております。最新のものだと2019まで、えー、表になってるものはありませんでしたし、えー、正確な数字もちょっと見つけられなかったでおそらくですね、27兆を超えてるぐらいだと思います。27. 点いくつぐらいが今現在だと思います。 で、中国がですね、実にこの全世界で発電されている、作られている電気の4分の1、中国で作られて中国で使われているということになります。で、現在は中国の電力、送電力量は7兆ですね。7兆キロワットになっているというふうに、2019年か。 で、約7点、7点ちょっとぐらいなはずです。え、になっているということで、はちゃめちゃに電気を使っすちなみに世界で一番電気を使っていて、世界で一番電気を作っている国。これが中国ということになります。はい。ちなみになんですが、世界で一番二酸化炭素を排出しているのも中国ということになります。で、これで行きますと、 じゃあ、原子力の内訳ってどうなのということですが、最初に原子力だけ分かりやすいように、もう数字だけ言っておきますけれども、中国の送電力に量に対する原子力電力の割合というのは、4.88%。4.88%。これでもですね、ここ5年ぐらい、数年でバカバカバカっと伸びた数字ではありますけれども、それでも4.88でしかないということですね。 はい。全47機で発電総量がですね、年間で4875万キロワットぐらいということですね。はい。で、その内訳を示した図がこちらになります。はい。自然エネルギー財団というところがまとめてくれている表かなになると思うんですけれども、えー もっといろんな国がいっぱい出てたので、それをちょっと横をグッとまとめた感じになります。で、一番左中国ですけれども、相変わらず石炭、まあ、石炭がむちゃくちゃ取れる国なので、相変わらず石炭が、あー65%ということで、えー、すごい割合を占めております。 で、え、ガスが3%パーですね。日本はこの天然ガスの割合をめちゃめちゃ増やしましたけれども3%パー。で、原子力は5%パーになってますね。これは正確には4.88ということです。で、自然エネルギー27%パーのあります。これがまあ太陽光とかですね、バイオエネルギーとか地熱とか、えっと水力もそうですね。あと風力発電とかっていうのもやってます。太陽光発電も風力発電も多分世界で一番中国だというふうに思いますね。はい。 ちなみにあの、内モンゴル自治区の砂漠のところに太陽光ソーラーパネルずらーっとこう、並べて発電してますね。すごいですけどね。はい。で、えー、この中に占める、実はですね、水力発電の割合がすごい高くて、自然エネルギー27%ってあるじゃないですか。この中の、実に、えー、27のうちの17%ですね。あの、なので、この100%のうちの17%ってことですね。えー、が、 水力ということになります。はい、20%近いんですね。で、今はですね、えぇ、ー、白鶴なだか八角なだかちょっと読み方、日本語の読み方わかりませんけれども、一個すごい大きい発電施設をお作ってます。はい、金砂港という超江の上流域の高低差がむちゃくちゃあるところですね。えー、の方に今作ってますので、もうすぐできると思いますけれども、これがあできるとさらに上がってくるんじゃないかなというふうに、 思います。はい。で、面白いのがフランスですけれども、まあ原子力69%もあるんですね。えー、ヨーロッパ、EU のおー中で、まあある程度経済的に大きい国の中では、主要国の中ではダントツ電気料金が安い国がフランス。で、一番高いのがドイツ。で、ドイツは原子力が12%しかないということですね。で、自然エネルギーで電気代が高いやつが42%もあるので、電気代がすごい高いと。 言われるということでございます。でアメリカはですね、えー、石炭24%でやはり低いですね。えー、ということで、えー、石油も1%あーで天然ガスが37%、原子力19%の再生エネルギー18%ということで再生エネルギーの方をもうちょっと増やしていくと非常にバランスのいい、えー、形になるんじゃないかなと思います。はい。えー、まあ確かにこの構成でですね、あのー、構成を見てですね。 えー、パリ協定の中でアメリカが批判されるっていうのはさすがに腹が立つんじゃないかなというふうには思いますけれども。はい、えー、ということですね。こんな、まあ、割合になっているということでございます。で、ちなみに中国が2030年にアメリカを越すっていう、その、目標をですね、えー、なくしてしまったのは2015年ぐらいですね。中国の中のある記事にあったんですけれども、2015年から19年までのおよそ4年間、 新しい建設に関する認可というのは降りなかったらしいですね。その前に降りているものがあるので、建設はされてるんですよ、その間も。でもその4年間に関しては、その4年間についた犯行はないということが書いてありました。はい。で、それもなんでかという発表は政府からもないので、えー、そのメディアさんもわからないと言っておりました。で、推測になりますが、2008年の新仙台地震、そして2011年の東北の日本のですね、 えー、東北の大地震。えー、で、深沿大地震の時も原子炉が一個止まったと言われてます。で、えー、発電用ではないので、深、え、沿、ー、ですからね。なんで、軍事用だと思うんですけども、お中国政府が否定しました。そんなことは事実はないと。誤報だということで否定しましたけれども、一応これが、まあ、ニュースとしては上がりました。はい。えー、で、その後2011年ですね、えー、福島第一原子力発電所が稼働停止になりました。 で、そういったリスクを受けて、まあ、リスク面のところを再点検したんじゃないかっていう説と、あとですね、それが世界にも波及してまして、新しいその原子力っていうのがまあ開発されたみたいなんですけれども、その新しいタイプのもののまあ効果測定のためにも一時止めたんじゃないかというようなことが言われております。はい。それでまあ、だからといって中国の原子力発電所の開発が 終わるかというと、そういうわけじゃなくて、その期間何してたかというと、海外にですね、輸出をしまくって荒稼ぎをしていたということです。EU にも売ってますし、えあと、パキスタンとかそういう友好国ですね。東南アジアにも売ってますし、え世界中に、え中国原子炉を販売していたということになりますね。はい。で、 えー、国連総会で習近平さんが2060年までに、えー、二酸化炭素の排出量をゼロにするという目標を発表しました。言うだけただな、なので、あれなんですけど、まあ多分できないと思いますけれども、ただ、今よりも減ら、えー、減らすということはずっと取り組んでますので、えー、まあ減らしていくんじゃなかろうかなと。これは地球にとっていいことだなと、お、いうふうに思います。えー、けれども、お、ひとまずですね、えー、地球が今から二度、 上がると結構大変なことになるということで、まあ、あの、パリ協定が結ばれたんですけれども、えー、この2度を上げないためには、2075年までに絶対に2度以上上げてしまうともうダメな、だそうです。それ以下に抑え込まなきゃいけなくて、2075年までに2度上がってない状態にするためには、2050年に1.5度上がってない状態でをキープしなければ、いけないと。 お、いうことでございます。で、その最大の足せになっている国が現在の中国ということになるんですけれども、中国は、それで怒って出ていったアメリカを効率化させたいというところから、今回国連総会でサプライズでああいう発表をしたんじゃないかなというふうに思います。そのためにも原子力発電というのはまだまだ増やしていくということは確定してるんじゃないかなと。 というふうに思うわけでございます。はい。では本日の内容ここまでになります。また明日お会いできるのを楽しみにしております。本日はご視聴ありがとうございました。